や、そんだけほんと時間かかるんだ私髪の毛。ほんと時間の無駄、髪の毛乾かしてる時間がほんとに無駄、世界一無駄だと思ってる。あと何万ポイントか、あと9。だからショートにしても変わんないんだって。あのショートにしても結局さ、毛量、ここのさ、もうここの毛量はさ、もう変わらんわけやん。ここが乾く、ここが乾かない、ここ後頭部がマジ乾かんのよ。どんだけ密集してんだよ髪の毛。このイベント今参加してるイベントは明日の9時59分までで、今日みたいに昼間に配信ができないので朝頑張って起きる。そして10時までに帰ってこれるのか問題が発生している。シャンプー何ですか？日による。ラックス使う日とエッセンシャル使う日があります。髪の毛乾かすといろんなところに髪の毛落ちる、やだ。誰かいる？こんばんは。リランチのために。なーに、なんて。ダークネスさん、流れ星ありがとう。お時間ある方は50カウントしていただけると助かります。ラックス一生マジで。今からハニー、これはトリートメントじゃない、嘘、オイル。塗り方は分かんないから適当にやる。何分やるか。30分やるよ。30分、だから23時じゃない、24時15分まで。テロップ書くわ、ちょっと待って。My honey and honey カラーヘア用だって。 honey 30分か、厳しい。何が厳しいの？何、いつもなんか厳しいって言ってない？何、どうしたの？10カウント完了。山ちゃんありがとう。お、花火がまた上がった。え、すごい、イエーイ、ドドドン、ありがとう。しゃ、え、すごいよみんな、なあみんな、ありがとな、本当に。山ちゃんハートありがとう。さっき腕前 S のさ、スプラトゥーンの一応動画撮ってみたの。そしたら活躍ほぼゼロだけど、勝ったけど、勝った。みんなそんな動画でも見てくれる？やられてばっかなんやけど、勝った。ご
こいつはなぜ腕前 S にいるのかっていう言われるほどのプレーをしてしまったが勝った。あ、そうだそうだ、テロップ書かなきゃ。あ、しかもそのその勝ったやつだっけ、そう、勝った試合なのになんか録画ボタン初めいつも押してるタイミングで押すの忘れて焦った。カインさん、レインボースターありがとうございます。これ24時15分まで。あ、もうなんでね、 OK ボタン押したのになんでテロップさん取ってきてないわけ。こんばんは、ヤマちゃん、かわいい、ありがとう。花火イベ中、深夜バタ配布してるよよ。OK ボタンがねめっちゃちっちゃくてね、押したと思いきや違うとこ押してたらしい。Still in love レインボースターありがとう。15分まで。山ちゃん流れ星ありがとう。配信つけたらいきなりおでこびっくり。あ、ごめん。こんばんは、応援に来ました、イエーイ、ありがとう。テロップ、お前出てない、もうなんで、なんでおかしいって、ちょもしかして25文字超えてたってこと。25文字まで、25文字ぴったりはいけない。テレビの音が聞こえてますか。ちょっと待ってね。あの親同士の言い合いが起きてる今。テレビじゃないんだよ。しかもなぜ言い合いしてるか、中間に私が入ってるけど今、と今配信中って言えない、私も関わってるから言えない。かすかにだから、うん、じゃちょっともうちょいドア閉める。いやー、なんでその言い合い今頃になってしてんだろう、何があったんだろう。
私が髪の毛乾かしてる間に一体何が起きたんだ。ちょっとちゃんと、本当にちゃんとあれしよう。花火イベチ深夜バタ配布中。で、あーまだなんか言ってる。バタ配布中。24時15分まで。ヘッドホンだといろんな声聞こえ。ごめんね、ちょっと結構この辺で言ってたから無音にした一瞬ごめん。おなんかからファイトってきた。ファイト、コラコラさんありがとう。頑張るわ。この後に私がきっと配信が終わったら加わるし、私とマムバッサスおじいになる予感しかしない。あー、釧路家は大変だ。はっはっは。たかしんさん、アイスクソフトクリームありがとう。いただきます。これは美味しそう。山ちゃん、音符流れ星ありがとうございます。ありがとう。弟がバスケは見てない。僕はおじい側につくね。いや、どうかな。いや、まず平和が一番なんやけど、私が、あ、今日ほら、あ、花火上がった、やった。ありがとう。いいぞいいぞ、50万ポイントに近づいてるぞ。え、今日さ、コストコのさ、ピザ食べたって言ったじゃん。で、私さ、ピザ食べてたらさ、ピザ温めたかったらしくて、おじいが。んで、私ここで食べてた。で、目の前にピザがあったので、あのピザをその取りに来て、私こうやって食べてたら邪魔って言われたの。なんか、いや、全然取れる位置にあるのに邪魔って言われて、はってなるやん。なんかさ、言い方ってあるやん。あ、もうちょっとそっち行ってとか、あの、ちょっと取りたいんだけどとかさ、そんな私がこっちが察知せなあかんみたいな、邪魔みたいな、ちょっと邪魔みたいな言ってきて、はってなって、もう自分が食べる分だけ取って、あの、自分が食べる分だけ取って別の部屋に行って無言で食べてやったわ。邪魔って言うから。あー、なんでその話を今更してんだろうっていうのがあったの今日。それで今ママが、なんでか分かんないけど、邪魔とか言う必要ないじゃんっていうのを言ってる言ってる。言い方あんじゃんと私と同じこと言ってる。じゃあ私が、あんたが 寝てる時に邪魔とか言ったことありますかって言ってた。言ったことない。寝たまま放置してるね、うちらね、いつもね。ああ、ひなちゃん側につきますおもろ。内容まで聞こえて、いや、内容まで聞こえてなくていいんだけど、内容まで聞こえてたらやばいやろ。けどそういう事件があったの。私後で巻き込まれんじゃん、終わったら。お、12時になった。
イエーイ、みんなデイリーだろ、デイリーちゃうか。カネさんかわいい、ありがとう。ザッチくんハートありがとう。いっぱい、日付変わってまでも揉めるのか。今揉めてない、今落ち着いたっぽい。落ち着いたっぽい。いいやん、うちらで楽しもうや。あと15分しかないけど。山ちゃんラブレターありがとう、いっぱいいただきました、ありがとう。もうファンレベルすごい、すごいすごいすごい、ありがとね。みんな大人げないな。ひかるくん流れ星ありがとうございます、ありがとうありがとう。いやほんとね、何よりもひかるくんいっぱいありがとう。流れ星じゃん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 流れて、わがまいたわがままの流れ星、もうだいぶってる間にわがままの流れ星、私の願いを叶えて。え、すごい、また花火上がった、イエーイ、わーい、レッツゴーエビバディ、レッツゴーエビバディ。山ちゃんペンライトありがとう。逆上がり公演、そうだね、わがままな流れ星歌いましたすごいペースで増えてるね、ほんとみんなありがとう。あと5レベル上がれば目標達成でございます。花火上がるとなんかありがたい、そして嬉しい気持ちでいっぱい。いや私もそうだしみんなもそうだけど、言い方ってほんと気をつけようね、ほんとに言い方ってマジ気をつけようね、そんな言い方せんでもいいよみたいなのって生きてるとよくありません？そこでえっていうか、一旦その場をスルーして、言い方って荒くないって内心で思うか、二択だと思うな。あー、だから日本語は難しい。確かに。なんて読むの？チリコ、チリコキュ、わかんない、チリコちゃんでいい？チリコさん、レインボースターいっぱいありがとうございます。すごい華やかになったわ画面が、ありがとう。サッチくんだるまいっぱいありがとう。だるま100個突破、イエーイ。言葉の解釈の違いで揉めるのはよくある。あーあーだね、と文章とかもねむずいよね。否定のレクイエム、なんかの曲だっけ、なんだっけ、歌ってリナッチにただでカフェラテ飲んでほしい一心で、あ、ありがとうありがとう。クオカードいくら分だっけ、50万ポイント達成したら1500円だっけ。いっぱい飲む、いっぱい、いや、いっぱいは飲まない、毎日一杯ずつ飲む。おう、キリコキュー、キュービー、ありがとう教えてくれて、キュービー、オッケー。リナッチや、リナッチです。はい、どうも、初見でいらっしゃいませ、こんばんは、こんばんは。
お、玉ねぎちゃん、やっほー、あ、すごい、なんかいたよ、何がいいかな、あ、誕生日の夜聞き損ねたわたまねぎちゃん、音符ありがとうございます。大政くん、アイスありがとう、はい、半分どうぞ。私は今日何個アイス食べたんでしょうか、ありがとうございます。山ちゃん、レインボーありがとう。いや、ほんとこのアニメーション一瞬だからな、もう可愛いのに、もっと続いてほしい。コラコラさん、バラありがとうございます。あー、さっきゆるく押してたもの、あー、押してくれてたんですか、ありがとうございます、ありがとうありがとう、嬉しいでございます。セミデイリー50お届けしました、ダーガーさんありがとうございます、イエーイ、50カウントしてくれてるみんなありがとね レインボースター山ちゃんありがとう。壇上に上がったので着替えました、おお、すごい、壇上に上がると着替えてくれるスタイル、ドレスコードありがとうございます。あ、でも夜だとなんか、なんだろう、ちょっと私のアバターが多いようなそんな気がする。玉ねぎちゃんかわいい、ありがとう。ザッチ、うん、だから結婚してと花束はそれブーケなのよ。ブーケじゃん、もらった、投げ返すパンって、それも結婚式あげてること、あげ終わってることになるじゃん、私やだ。めっちゃ静かになった、うん、静かになったね、普通にうえって言っちゃったじゃん、ザチ。あー、結婚してがいっぱいある、ここに10連失敗した思った、9個ブワーってきて1個ポンって、ちょっとミスったやろなって思った。いいよ、なんて言おう、まずは、ありがとうございますおもろ、山ちゃん風呂敷ありがとうございます。お、わ、すごい、花火上がった、イエーイ、みんながわーわー送ってくれたのと、結婚してパレードが今起こったからな。わわわわわ、花火上がった、やったね、10連失敗したってコメントがおもろいなあ、明日の朝には達成しちゃうね、そうだね、だといいな。すごい、まだ結婚しているんだけど、強いな、ザッチでもすごくない、今もうすぐで47万ポイントか、わーお、みんなありがとな、優しいな。あ、すごい、あ、今も結婚して消えちゃったけど、食べて、あい、なんかいっぱいある、山ちゃんありがとう、あ、皆さんも食べてくださいどうぞ、私はお腹壊しそうなぐらい今日いただいてるわ。ありがとね。おう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 、大間さん、ああ
ドドンパとか言ってみる。おもろすぎるね。結婚してはいっぱいタイミングなんだけど、結婚してでドカーンって上がるのじわるんだけど。ザチ君ハートありがとう。ハートと結婚してはもうなんかセットみたいな。あ、初見です。タカさんこんばんは。どうもどうも、いらっしゃいませ。よかったら、あの初見で来てもらったとこ悪いんですけどよかったら星ください。今日達成しちゃえば、達成ワンちゃん。あ、でも今日さっき誰か言ってたね、一時49万9999で止まれば明日ホッとできる今日ホッとして寝れる。あ、新アバターもう考えな、すぐ届けられるように。こんばんは、今日も綺麗ありがとう。お、間違ったって、どうしたの。磯風さんハートありがとうございます。イエーイ。あ、間違ったって、あ、結婚の字が怖いよ結婚は怖いって字が、それは怖いわ、間違えてるわ。明日みんな行くの。おいおい、それは来て、え、一応0時13分。本当だ。でもね、私ね、あ、15分になったって言ってね、いつも星投げてる人がいたらね、こうやって待ってるからね。ごめん、結局15分ぴったりにはいつも終わってないんだよね、申し訳ないね わたかしんさん、たかしんさん、レインボースターありがとうございます。ありがとうございます。やまちゃんめっちゃかわいい、いい、ありがとうございます。たかしん、私が知ってる人かな。定時ぴったりには仕事生まれないのが日本人なんでしゃあないですねカウントしました。タカさんありがとうございます。お久しぶりです。あの、その、え、お久しぶりですはどれくらいぶりのお久しぶりかだけちょっと聞きたいまた花火が上がった。ありがとうございます。山ちゃんアイスクリームありがとう。花火ラッシュさすがだな、みんな、なあみんなすごいじゃないか。来たー、達成させる、どうする。でも、まだ星飛んでるし、とりあえず、まあ明日、じゃあ明日の朝起きれるのか、どケンジこのタイミングでタコ、やあこんばんはこんばんは、どうもどうも、あ、タコいただきました。タコ埋もれろ星、あ、じゃあなんだよ、ラビュー、え、タコに結婚してん、なんなのさ、ねえ、そんなブーブー言ってるうちに花火が来ることは今私確信している。大間さ、もう何個さやんのって言おうとしたら、ザッチ君がさ、うわとか言ってたら花火が、もしかしてこれはまだかな、どうだろう、
まあ落ち着こう、落ち着こうよ一回で。さ、ザチ君はさ結婚してをさ、またここに大量発あ、でもあ 10連で遅れたね、おめでとうおめでとう山ちゃん I love you のくまちゃん、ありがとうありがとう。コラコラさん、レインボースターありがとうございます、ありがとうありがとう。綺麗だった。え、でもレベル200までだから間もなくだ。好きでちゅう。カインさん、レインボースターありがとう。ハート、ザッチくんありがとう。まだぴょんぴょん飛んでる。ごめん、一個だけ十分です。喜んでいいのか怒るべきなのか悩むリナッチ。そうなんですよ、そうなんですよ。え、達成した？え、何？何何何？オウムさん、レインボースターありがとう。え、達成してんの？ちょっとまだ花火上がってないし、私見れてないから。まあいいじゃん、花火上がってから盛り上がろうぜうおありがとうございますありがとうございます、イエイイエイ。みんなさすがだ、本当に本当に本当にありがとうございます、ありがとうございます。これで明日は休み、休まない休まない、やめて。明日は休みかじゃないのよ。ちょっとちょっとアバター券ゲットおめでとうございます。クオカードペイおめでとう、ありがとうございます。やったー、カフェラテいっぱい飲めるぞ。石野さん、流れ星ありがとうね。ケンジ君も拍手ありがとう。あんまそのアイテム見ないから珍しい、ありがとう。明日はナシカじゃないの、昼まで寝たいけど稽古だのちょっと1週間、またのんきにやってたら最後に駆け込む形になってしまいましたが、皆様改めて本当にありがとうございました。あ、みんなのおかげでなんとか50万ポイント達成しました。みんな指疲れたでしょ、ありがとう。これで稽古が多少延長しても、やばい50万ポイント達成してないから早く帰らなきゃって思わなくて進みました明日も、まあ、時間は完全にまだ決めてないですけど、まあ配信はするのでそこでまた会いましょう。いや、とりあえず本当皆さんありがとうございます。最後1万ポイントごとに花火が上がるのでね、厳しい状況でしたが、皆様いつも本当に本当にありがとうございます。おもろかった。今日何回配信した？過去一の回数やったよね。めっちゃおもろかったんやけど。これで私もう今から喧嘩混ざりたくないからもう寝るわ台本一回全部ファーって読んで寝るわ。もうこれでゆっくり寝れます。みんなも寝れるよね。あと新アバター来てくれてるみんなありがとね。しばらく、まあ1週間2週間はまあそれ着といてくださいあとまあもう一個さ、初めに初期に作った方もあるから、まあお好きな方使ってください。で、じゃあランキングを読みたいと思います。13位ダーガーさん、12位シノさん、11位カインさん、10位バタヤンさん、9位ヒカルくん、8位カネシャン、7位コラコラさん、
6位たかしんさん、5位大政さん、4位ちりこキュービーさん、3位ザッチくん、1位が山ちゃんでした。ありがとうございました。イエーイ、すごい目標達成の文字がめっちゃ嬉しい。リラッチは睡眠時間、まあだいたいいつも5時間とかけど、今日は寝よう。お疲れ。ありがとうございました皆さん応援してよかった。だってやさ、ありがとうありがとう。じゃあまた会いましょう。うん、みんなおやすみ、バイバーイ。ちょっと感動でしたの、本当ありがとう、また会いましょうバイバーイ、ありがとうね、切ります、おやすみ。